皆さんこんこにちは MMA 言語化挑戦中ですえっ、ー、と今日はですね最近のユニファイドルールのジャッジについてというテーマでしゃべっていきたいと思いますえっ、ー、とまあユニファイドルールというのは主に北米、えー、ベラトール UFC のまあルールのことなんですけれどまあこのユニファイドルールの ジ、まあ、ジャッジですね判定をつけた時にどっちにつけるかっていう部分で、まあ、最近ちょっと僕なりになるちょっと思うところというか感じるところがあってで僕の YouTube のチャンネルのコメント欄とかでも、まあ、そういう話題がちょこちょこ出るので、まあ、ちょっと僕が思ってることを喋っていこうかなと思いました。 えとまずユニファイドルールのジャッジについてなんですけど、まあ、簡単に説明していくとライジンとは違ってラウンドマストでつけていくとラウンドごとで。 1>, 1ラウンドがどっちが取った2ラウンドはどっちが取った3ラウンドはどっちが取ったっていうスコアをつけていって一番最後にそれを合計して、まあ、あの点数を決めるというか、まあ、じゃあ勝者を決めるというもので、まあ、細かいことに関しては過去にちょっと動画出してるので何本かそっちを見ていただきたいんですけれど、えっと、今日お話しするのはジャッジの基準ですねについてなんですけど まずユニファイドルールの判定基準っていうのは一番上の項目がインパクトで2番目がアグレッシブで3番目がファイティングエリアコントロールという順番になっていますとでこっから先にが問題なんですけれど現在の運用としては一番上のインパクトもうここで決めると基本的にはこのインパクトですべて決めると。 えー、インパクトでもう差があれば2と3に関してはもう無視しなさいというようなジャッジの決め方でどうしても決められなかったら2番のアグレッシブまで降りてくるで3番目のファイティングエリアコントロールまで降りるということは非常にまれなケースであるっていうことになっているのですね のインパクト、まあ、このインパクトっていうのはまあ有効な打撃及び有効な寝技っていう部分なんですけれどなので最近で言うとまあ皆さんの記憶にあるのはロード・トゥ・ユー・エッシーの原口選手の試合で圧倒的にあの試合ではグラウンドコントロールをしてるんですけれど2ラウンドのジャッジスコアは えー、パーク選手についてるんですよね、原口選手落としてるんですよね、2ラウンド。で、ロード 2UC の感想動画で僕、喋ってたんですけど、おそらく3ラウンドも一番最後に、えー、原口選手が、えー、上を取って、えー、肘とパウンドを連打したんですけど、あの場面がなかったら、3ラウンドも取られてた可能性が高いんではないかなと思っていて。つまり どんなにテイクダウンして上、まあ、テイクダウンというかまあ金網に押し込んで相手をコントロールしていてもコントロールされている側がコツ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 殴ってればそのコツコツを有効だとして、えー、カウントされて、えー、テイクダウンされてる寝技に持ち込まれてる側の方があ判定でまあ勝つっていうことがある。 あるいはまあテイクダウンした、えー、寝かしたバック取りかけたけど相手逃げた逃げたところもう一回寝かしたっていうのがずっと続いてて立ち上がった時に寝かされた方が一発だけいいパンチを当てたいいストレートを一発だけ当てただけどその後すぐテイクダウンされちゃったけどまあパウンドはあんまり打たなかったみたいな展開になった時にそのたった一発のストレートを有効だインパクトとして取って。 一発でも相手よりもも強いインパクトを与えればもうそこで決める、えー、アグレッシブだったとか相手を支配してたファイティングエリアコントロールとかは一切無視するという、えー、そういうジャッジの基準になっているということなんですよね。でこれに関してはまあうーん結構物議を醸すことがやっぱりどうしても増えてしまうというか。 まあ過去にもこの話は僕何度もしてるとは思うんですけどえ過去まあベラトールなんかでいうとサバテロ選手とストッツ選手の試合の5ラウンドの場面なんかはサバテロ選手がまあシングルバックでしたけどバックを長い時間取ってコントロールしてるんだけれどバックを取られてるストッツ選手がこうコツコツ後ろの自分の後ろにいるサバテロ選手を殴っていてそれでストッツ選手 の方がが有効打が多いっていうことでまあまあおそらくですけどねおそらくそういう解釈でストッツ選手にポイントが入ったっていう試合があったりとかまああと UFC だとピンブレッド選手とゴードン選手の試合でピンブレッド選手がずっと金網に押し付けられてんだけど押し付けられながら肘とか膝をコツコツ当てたっていうのでそこをおそらく評価されてピンブレッド選手が勝者になったとか。 まあそういう判定が出ていてまああのー、納得感があるかっていわれう感じですよねこのジャッジの方向にただし現行のルール今のルールの運用上はもうそういう一発でも有効打が多ければそこで決めるとたった一発であってもこんなコツコツパンチ、えー、それでフィニッシュにつながるかよって思う方もいるかもしれないですけれど コツコツでも殴ってる方がフィニッシュにつながるダメージは与えてるあるいはテイクダウンされながらも、えー、アームロックを取りに行ったりギロチンを仕掛けたりしているで上の選手はただ抑えてるだけになってしまった場合はまあ下からフィニッシュにつながるフィニッシュの可能性がある攻撃を仕掛けたサブミッションもしくは打撃っていう、えー、そのどっちかを 多く仕掛けた方にポイントをつけるというジャッジの運用になるってわけです、ね、ので、まあこの間僕があの上げたロードトゥユーエスシーの感想の中で、神田選手の判定で三ラウンド神田選手につけるんじゃないのかなって思ったのはそこだったんですよね。有効打が多かったのは。 神田選手ではないかなと肘だったり膝だったりで有効打の数インパクトを与えた数で言えばどっちの方がダメージ与えましたかって言ったら神田選手だとは思ったっていうのでまあどうなんだろうってう発言は僕はしたんですけれどただあの試合で僕は神田選手ちょっと好きなんで個人的に応援してるのもあるし、まあ、やっぱり日本人 の選手を応援しちゃうっていうのもあるんですけど,どそんな僕で j、えー、モックのジャッジトレーニングを受けて、えー、今のユニファイドルールの、えー、判定基準を十分考慮してあの試合を見た上でなんですけど今のルールだったら神田選手の勝ちなんだけどカイウェン選手の勝ちになった方が なななんとなんとく納得感はあるっっていう気もしちゃったんですよ、ね、すごい矛盾した言い方にはなるんですけれどルール的には多分神田選手だと思うし、うん、まあ原口選手の2ラウンド目も原口選手が取ってる方が僕は納得感はあるんです、うん、これはまあ納得感お前の納得感関係ねえよって言われたらもう本当その通りなんですけれどただ 現状のルールと、えー、ジャッジの運用の仕方、解釈の仕方だと、まあ、逆になるっていう部分があってでこの納得感がなぜ出ないかっていうところにいくとやっぱり多分そういう過去の判定が多かったってことだと思うんですよね。うん まあどういうことかというと先ほど僕がお話したようにテイクダウンしたりまあ,あるいはバックを取ってもそこからパンチをパウンドを打ったりえ例えばチョークを狙ったりまあサブミッションとにかくフィニッシュを目指す攻撃をしないでポジションだけをキープするっていう戦い方をしてまあいわゆる塩漬けって言われるような戦い方で勝ってきたあ評価それを評価されて勝って 片一方の選手を勝つっていう試合が一時期すごく多かったんですよね特に USJ なんか。でおそらくそれはちょっといかがなものかっていうことでやはりサブミッションもしくは打撃なり、えー、有効な相手,をダメ相手にダメージを与える相手にフィニッシュさせるフィニッシュにつながる攻撃をしてる人を評価しましょうと。たとえコツコツツパンチであったり 決まる見込みが低いギロチンとかアームロックでも打撃やサブミッションはうまくいけばフィニッシュにつながるただバックテイクやテイクダウンパスガードっていうのはどんなにそれを繰り返してもフィニッシュにはつながらないでしょっていうおそらくそういう解釈でえまぁそのポジショニングコントロールだったりあとはまあスタンドの部分で言えば 金網の中央を取ってプレッシャーをかけ続けるっていう行為よりも逃げながら逃げげななががららだけど手を出してる、うん、プレッシャーをかけている選手と手を出している選手だったらどっちがフィニッシュに近いんですかって言ったらやっぱ手を出している選手っていう解釈になるんだろうということでまあ今そういうジャッジが増えているわけなんですけれどこれに関しては。 やっぱり僕含めてなんか最近のユニファイドルールのこのジャッジに納得感が少なくなるっていう人僕以外にも結構いらっしゃると思うんですけどそれは多分やっぱり長年そのポジショニングを評価するジャッジを見すぎてしまったんだと思うんですよねだからそっ,ちでつけるそっちにつけるでしょって上取ってんだからこっちにつけるでしょっていううん そういう,こうなんていいてんのかで、それをやっぱりもうアップデートして自分の価値観を変えていかないといけないとは思うんですけどとはいえやっぱり何かなって思っちゃう自分もいるっていう部うん,んですけどまあただまあこれって今年とか去年に入ってからの話でもなくて僕がやっぱりそれをすごく感じあもうこういうジャッジになってきたんだなって最初に思ったのは。 堀口教授対コールドウェル2なんですよね。まあ、あの試合み YouTube であるんで、まあ、見返していただくと分かると思うんですけどほぼほぼコールドウェル選手がテイクダウンして上からコントロールしている展開なんですけどコントロールされてる堀口選手が、まあ、金網に座りながらコツ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 殴ってるっていう試合の展開が長くてで2名のジャッジに至っては あの試合1ラウンドはコールドウェル選手なんですけど2ラウンドから5ラウンドまでは残り全部堀口選手につけてるんですよね。で特に2ラウンドと4ラウンドなんかはコールドウェル選手についてもおかしくないんじゃないかなっていう内容なんですけど確かそんなような内容特に2ラウンドは僕取られたと思ったんですよね堀口選手。これれ取らたたなと思ってたんですけど あのコツコツツを評価するんだうわそういう時代になったのかっていう結構衝撃を受けたのがでもあれがもう4年前なんですよね2019年の試合なんでだからもう4年5年そういうジャッジの傾向になってきてるので見てる僕らはやっぱりそういう価値観に頭をアップデートしていかなきゃいけないんだろうなっていう。 でそれの、まあ、納得いかない感がつ皆さん強いとは思う、まあ、最近の試合の中で一番多分インパクトがあったのが渡辺か太対マクファーレンっていう試合だと思うんですけど、まあ、多くの方が地元のマクファーレン選手のうーん、まあ、地元判定じゃないかっていうご意見もあると思うんですけどさっきお話ししたような今のルールの運用だとマクファーレン選手についても まあ、不思議ではない、うん、っていうことなんだと思うんですよね。まあ、僕も確か終わった後の感想動画でそういうことは喋ったとは思うんですけど、まあ、あの試合は結構うんいろいろ考えさせられるっていうかそれこそあの試合も、えー、テイクダウンから、まあえー、渡辺選手がコントロールしてたんだけどどっか3ラウンドの場面で1回スタンドになった時にマクファーレン選手が結構いい右ストリート一発だけやってたんですよね。でその一発を多分評価 されたってていいうことなななんじゃないかなって思っ思たんですけどたたった一発のパンチでも相手より多くダメージを与えたんならそこを評価するっていう今のルールはそういうことなんだろうっていうふうにやっぱりうん僕は頭を変えていかなきゃいけないんだなっていうのを最近なんか特に思って,て。 見てて多分自分の頭の中でなんかごっちゃになるんですけど多分今のルール的にはこっちの選手勝ちなんだろうけど心情的には逆の選手の勝ちなんじゃないって思う試合がやっぱり何個かあるんですけどやっぱその辺も、まあ、まだアップデートしきれてないんだろうなって思うのと、うんまあ、この辺りはすごく難しいなっていうことなんですけど、まあ、今度9月に。 JMOC、えー、のジャッジトレーニングがまたあってで僕ちょっとなんとか仕事の都合をつけて、えー、そのあトレーニング参加したいなと思ってるんですけど、まあ、なんとですね割と最近それ知ったんですけれどその試合のテーマが今さっき僕がお話しした渡辺かな選手とマークファーレン選手の試合を教材にするっていうことで、まあ、非常にあのタイムリー僕にとってタイムリーだったんですけれどこのユニファイドルールの最近の このとにかく一発でも相手と差があればインパクトで差があればもうそこで、うん、ジャッジをつけるジャッジを決めるとアグレッシブファイティングエリアコントロールはもう関係ないですよっていう,うこの運用についてまあほにちょっといろいろ聞きたいですしまあ自分の頭の中のなんとなくこうなんだろうなって思ってるものをなんとなくじゃなくてもうちょっと整理してはっきり。 えー、まああの言語化できるように、うん、していきたいなと、うん、そのためのジャッジトレーニングにぜひあのちょっと参加してね、えー、自分の価値観自分の考え方、まあ、あとジャッジというか試合を見る感度ですね感度を、まあ、しっかり整理してアップデートしたいと思ってますでこれは、まあ、ちょっとまだ分からないんですけれどもし J モックさんの方でお許しをもらえればあまたトレーニング終わった後に前回と同じように えー、ちょっと皆さんに簡単に説明できる動画もアップしたいなと思ってますけど、まあ、これは一応あの非公開のものなので、えー、お許しが出るかどうかは分かりません前回はあの許可をいただきましたが今回もいただけるかどうか分からないので,でもしあの気になるとそのジャッジトレーニングがすごく内容気になるっていう方はまああの ぜひ、ねえー、参加してみるのもいいんじゃないかなと思います。えーまあ、ちょっと月額でコミュニティに入らなきゃいけないんですけど、えー、500円とか600円ぐらいなのでまあ1回だけ受けてそれで抜けちゃうにしてもなんかたった数百円で受けるセミナーと思えばめちゃくちゃコストパフォーマンスは高いと思うので前回受けてみて僕はすごく勉強になったので、ね あのまあ、もしあの興味のある方は是非参加していただけたらなと思いますけれど、うん、まあそ,そんな感じですね、うんまあ、自分の中でのちょっと、うん、頭じゃ理解してんだけど感情がモヤモヤしてるっていうこのユニファイドルール最近のユニファイドルールのジャッジについて、えー、今日はしゃべってみました、えー、今日はこんな感じで終わりたいと思いますではでは